私はもうバレエ団に所属しているので、あなたはこの役ですってもう与えられて、それをどう料理していくかっていう立場にいるんですが、初めからこう自分も関わって作品作りに参加していくっていう体験ができたことはとてもなんかありがたかった。まあ、100年前の小説だけれど本当に今取り扱う意義のある原作だなっていうのは何度読んでも思うので、原作を知らない人も知っている人も何か持って帰ってもらえるものがある作品になっているんじゃないかなっていうふうに思ってます。今回のその舞台美術っていうのは、実際に踊っているダンサーたちにとっては見えているけど、その奥行きとか他のダンサーたちの位置みたいなものが全くつかめない中、感覚と神経を研ぎ澄ませながらその空間に立ち向かっている、その臨場感がこの作品の中には起こっていると思うので、見えない世界で見えている世界での違いとか、その臨場感を肌で感じ取ってもらえたらなと思っています。原作だとずっと雨が降り続けてるんですね。曲がどん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 こうトラックリストが出されていくような、そういうものではなくて、原作の雨のようにずっとこう降り続ける何かみたいなことが提示したかったっていう意味なんですね。劇場全体をこう空間音響とか立体音響のシステムを使って、こう振動させるっていうことをこう今回テーマにして、その中で声帯の、雨だったり言葉の雨だったりっていうような、現実的にはないような雨を、音響的要素を持って降り注げるっていうことがテーマだったんですけど、そこのアップデートというかね、未来はいっぱい見えました。